J リーグさんが、まあ、あの2019年そのコロナの前の段階ですかね、あの、うん、平均の動員数がかなり上がってるじゃないですか、うん、そこっていうのはそのなんか特別な何でしょう施策を重ねてきたのかとかですね、僕の方も興味があるんですけども、まあ、あの J リーグの場合も今年で28年目ぐらいですので、まあ、何か急激なそのなんか 急にポンとこう上昇するようなトピックが今回あったわけではなくて、まあ、いろんなうちで の集積だったと思いますよね。サッカー場って広いじゃないですか、はい、あの100メートル ×70メートルぐらいのですから、当然そのスタジアムって結構大きく取りますので、例えばそのスタジアムそのものの中での試合だけではなくて、その周辺のエンターテインメントっていうか、ね、はい、まあ、お客様があの、まあ、どうだろう、2週間に1回の縁日じゃないけど、長崎なんかもとってもこう、フードエリアとかね、そのエンターテインメントエリアとか、まあ、もしくはそこを表現の場としてハーフタイムにあのチアリーディングのダンスのショーがあったり、はい、まあ、もしねサッカー この大事な試合の時にその D リーグのプロフェッショナルが来て、はい、やってもらったらすごく面白いと思うけど、いや嬉しいですね、まあ、そういう意味ではあのサッカー場の内外でいかにこうエンターテインメント性を高めるかっていうのは一つずっと努力してきたこと。やっぱりサッカーって競技がどっちが勝った負けたかって、はい、結果を知ってから見るよりは、うん、同時に視聴した方がいいじゃないですか。そうですね、はい、あの昔僕らなんかあのワールドカップの時なんか家で録画して、はい、結果言わないでくれって、授業中こだなってポロッと言われたりするともうずっこけちゃったりする、はい、ますね、はい、でやはり同時進行で一緒に戦うみたいなのがやっぱりスポーツ の、うん、あの本質だと思ったので、はい、いつでもどこでも、そういうところで言うとやはりインターネットと の、うん、あの相性がすごくいいので、またそのサッカーって非常にあのなんか連続したアナログの動きなので、はい、実は選手が時速何キロで走ったかとかスプリントダッシュを何回やったかって見てるだけじゃ分かんないんで、裏側のデータをインターネット配信なんかとどんどんコラボして出していくとか、うん、この辺のデジタル戦略とそのスタジアム周辺のエンターテインメントっていうのをずっとこうやってきた、それがこう少しずつですけどあの過去最高の入場数や、視聴数になった時にコロナでドンとなっちゃったっていう、はい、もうコロナは本当もうどのシーンにもいやまあそうですね、どこも国中みんなそうですからね、はい、うん、どうなんでしょうか、例えばダンスってサッカーの場合って例えばイニエスタが日本に来て、はい、スタープレイヤーがなんていうのが、いわゆる外国人選手あの制限なんかあったりしますが、はい、このダンスって実はその日本でももう600万とか700万とかものすごいダンス人口いるわけじゃないですか、はい、世界中にものすごくタレントも いたりするじゃないですか、このこうなんていうか個人のものすごくいいダンサーを集めることにその監督はスカウティングとかそういう方にまあ注力していくのか、それともそのある一定のポテンシャルがあればそれをこうコラボレーションなんでその総合力を上げていけばいいんで個にあんまり頼らないのかチームなのかみたいなバランスってサッカーと比較してどうなんですか。いやかなりありますね、個の重要性っていうのがある、個の重要性も相当あります。あ、そうなんだ、はい、あの世界的に見て、うん、こう有名なダンサー海外のダンサーたくさんいるんですよ、うんうんうん、そしてあの日本って実はダンスでいうとブラジルぐらい超先進国というか超大国でして、うんうんうん、日本 あのダンサーの中でもやっぱり有名な方は世界的なダンス界でも有名なんで、やっぱりそういう人がいる、スーパースターがいるんだ、はい、スーパースターいるんですよね。リズム感、日本人でリズム感がないってよくずっと言われてたと思うんですけど、うん、全然そんなことは今なくてですね、うん、小さい頃からダンスの英才教育を受けているのでもうずっと音も聞いてますし、そういった日本のダンサーが目立つ場でもありますけど、うん、海外の有名なダンサーを、うん、まあ、コロナが落ち着いた後にビザを取ってですね、うん、D リーガーとしてこう招聘してチームに活性化っていうのは今後やっぱりあり得る話ですね。その子のスーパースターを見たいというニーズもあれば、その特定なジャンルの中での技を見たいっていうニーズもあれば、はい、いろいろあるね。Dリーグ自体も拡張性で考えますとコレオグラフのコンテストだけじゃない可能性もあるんですね、うんうんうん、バトルの要素をどこかで入れていくってことを考えた時に、うん、バトル要因として海外のダンスを入れるってことも、うん、もしかしたら可能性としてあるでしょうし、プロの定義なんですけどね、はい、J リーグにもいろんな定義があって、まあ、例えば個々の選手は全員 J1 はプロ契約なんですよ、はい、要はそこで専業の仕事として
あのプロ契約を交わし、単に雇い入れられることはなく、それを専業としてやっていく、まあ、当然副業的にいろいろ収入は当然、はい、CF とかいろんなものは付随する、肖像権に関わるところは付随するんですけども、まあ、個々のプロ契約の集合体であることをもってプロリーグという表現をするところもあるし、はい、実業団って会社の法人の中で一ファンクションで、必ずその団体を法人化させて、収支、その団体としての収支管理をしっかりさせて、はい、独立性を維持している、このビジネス上のプロフェッショナル運営のユニットの集合体だからプロリーグというケースもあるし、まあ、リーグ全体としてこれをもってリーグ全体が収益を上げている、まあ、ビジネスとして運営しているので、プロフェッショナルのリーグというふうな言い方もあるし、はい、今ダンスのプロの定義で どの辺をもって今プロという、各企業のダンスチームにプロ契約、うん、いや年俸契約を結んで、あ、じゃあ個人契約ベース、はい、個人契約ベースでやっております。うん、で企業の中ではまだ、いわゆる一事業部としてやってる会社もあれば、うん、もう独立法人を作って、うん、そのこのプロダンスチームを運営するための会社を作ってる企業もありますので、うん、そういう意味でいくと、今まだ混ざってる状態ですね。8人のダンサーそれぞれは個々その団体とのプロフェッショナル契約を交わしてるっていう、はい、ああそういうことなんですね。はい、そちらの統一契約書もですね、うん、雛形はフィーダーおよび D リーグので作りまして、ああ、各級の渡しをして結んでいただいてるんですけども、うん、当然その最低年俸の設定額とかもですね、うん、定めておりまして、ああそちらはクリアしてくださいと。ただ、その仕事以外のこともまだ現状を兼業ができるような形にはしておりまして、うんうん、はい、例えば、インストラクター業で他のダンススタジオでも働いていると、うん、でもそこによって生徒を、ファンにすることができることもあるので、うん、まだまだそこは認めていまして、うん、ただいずれ D リーグだけで、もう集中しないといけない環境というのを整えていくのが私たちの目標ではありますね。なんか本ちゃんの感じがするねそこで成績じゃないですけども、うん、じゃあ選手 D リーガーの年俸ってどうやって上がっていくのっていうこととかもですね、うん、まあ、まさにこれからなんですけど、うん、レギュラーとして自分がその8人の中に出ている時の、まあ、9チームの場合1位から9位の戦績かける12節あるので、うん、その中で自分がどのポジションでどんくらい勝率あるかみたいなことも一つのポイントになるでしょうし、うん、その1年間通してフォロワーがどれだけ増えたかとか、うん、影響力をどれだけ持つかっていうことも指標の一つになるのかなと思ってまして、うん、他の そのスポーツよりもですね、うん、インスタグラムだったり、うん、ツイッターだったり動画メディアのフォロワー数を獲得するっていうことは、うん、指標に入るんですよね。はい、ダンスのショーを見せるだけではなくてですね、その子のファッションだったり、うん、ライフスタイルっていうものに憧れてファンになってくる子たちが多いので、はい、あ、この人のダンス好き、あ、この人のファッション好き、うん、生き方好きだなって言ってみんながファンになるので、うんうんうん、そこも、成績の中にも入れていくのかなとは思ったりしてます。すごいね、はい、ベスト11じゃないけどベスト8みたいな、うん、その中でそのスターが何人かあるけど、その表彰指標の中には、はい、競技っていうのかどうか分かんないけど、それだけじゃないと、はい、面白いね。まだまだ面白いね。課題も多くてですね、当然、うんうん、何をもって勝ちなのっていうところっていうのは本当に非常に難しいところなんですね。うん、これってスポーツなんですかって言われるわけですよ。いや、それは聞きたかった。はい、僕はスポーツだと思うけどね。違う、僕らはスポーツの側面もあれば、うん、アートカルチャーの側面もあるんですと、うんうん、でここの部分を融合するアートスポーツ的な新しいジャンルを確立してみたいってことをお伝えしていまして、うんうん、なるほどね、だからこそ観客皆さん、視聴者の皆さんのオーディエンス票が入る。私たちの世界は今までダンサーのジャッジに、審査されるダンス界、うん、いわゆるフォーダンサーのための大会が多かったんです、うん、初めて一般の方とオールピーポーの方々にダンスを見届けていただくっていう場なので、うんうんうん、皆さんの好き嫌いも指標に入れたかったんですよ、うんうんうん、みんなの中であれが欲しいという需要が高まった時に値段が上がったり、うん、ランキングに反映されていくものだと思うので、実は自然とみんなの中ではランキングできてるんだなと思った時に、それを自分のこの D リーグに関してならば、うん、素直に自分の感性でもって票を入れることが、うん、僕は正しい世界になっててもいいのかなと思ってまして、うん